抵抗ペンギンから質問来てた。お客様は神様ですか？結論、神様ではない。むしろ一線を越えたモンスターカスタマーは神様ではなく犯罪者。特に次の5つが問題になることが多い。ぶっ殺すぞなどと転用度した場合、脅迫罪。今すぐこの場で土下座しないとぶっ殺すぞなどと店員に義務のない行為を行わせた場合、強要罪。慰謝料を払わないとぶっ殺すぞなどと店員を脅して金銭を要求した場合、恐喝罪。この店の中で暴れ回るからななどと店の営業を妨害した場合、威力業務妨害罪。納得できる説明があるまで一生ここから動かないなどと不当に店内から立ち退かない場合、不退去罪。神様だと思って行動すると人生お釈迦になるぞ。そういうこと。一線を越えたお客様には110番通報で対応すること。